セルモ株式会社セルモは静岡県寸東郡小山町に本拠地を置く自動車関連会社である。代表取締役は佐藤正幸。セルモスポーツのブランド名で自動車のアフターパーツを販売するほかにレーシングチームの運営を行っている。創始者の佐藤正幸は国内レース界ではバテさんの愛称で知られる名物エンジニア。 堺忠正のチーフメカニックとして、富士 GC のマシンなどを担当し、1981年に、堺エンジニアリングを受け継いで、セルモを設立した。社名はイタリア語の、セルモ、堅実、堅調が由来となっている。メンテナンスガレージとして活動しながら、1991年より、自社チームを結成。以来、スーパー GT。 旧前日本 GT 選手権 JGTC やフォーミュラ日本、スーパーフォーミュラ、旧前日本海参前選手権に参戦している。2007年末にインジェングのオーナーである、浦部春久が新たにオーナーに就任したため、インジェングとファクトリーの統合などが進められている。両、チームともトヨタ系チームであり、合併に際する支障が少ないことなどから、今後両チームが完全に合併する。 可能性も出てきている。2016年1月に、元ブリジストンフェラーリのエンジニアである、浜島博秀が加入し、スーパー GT 及びスーパーフォーミュラの両カテゴリーにおいて、総監督に就任する。1991年より、コスモ石油のスポンサードで全日本海参戦、選手権に参戦。ドライバーには前年末に、 富士で開催されたインター F3 リーグに参戦したエディアーバインをスカウトした。1993年にはアーバインがシリーズポイントで星野和義と同点主位に並んだが勝利数の差でチャンピオンを逃した。フォーミュラ日本には前日のインジェングとの提携により2008年以降はセルもインジェングのエントラント名でエントリーしている。現在の監督は 2009年までドライバーを務めた立川雄二が就任している。2015年に石浦博明、2016年には国本雄二と2年連続でチャンピオンを輩出し、2016年にはセルモとしてもインジェングとしても初のチームタイトルも獲得した。1995年より全日本 GT 選手権2005年よりスーパー GT に参戦しており、2001年、 2005年、2013年の3回、ドライバーズチャンピオンを獲得している。2001年と2002年には、テアムキョとジョイントしている。2018年現在、スーパー GT には、パチンコアミューズメントチェーンゼンのスポンサードにより、レクサスチームゼンセルモのエントラント名で参戦している。監督は2008年、2009年は、竹内博則、 2010年から2017年は、高木虎之助、2018年は、浜島博秀が就任している。1999年からは2002年までは2大体制で参戦した。a ー車両の絶ッは38号車、1996年のみ37号車、2代目の車両の絶ッは1999年と2000年は32号車。 2001年と2002年は33号車を使用している。なおレギュレーションにより、前年にチャンピオンを獲得した年は1号車となる。1995年から2005年までの車両は、トヨタスープラ、38号車、2002年及び2006年は1号車については、毎年新車を使用するが、32号車、33号車は、旧式、前年型の、 スープラを使用していた。当初は、トヨタセリカ GT4 やイムッサ GTP で、使用されている 3SGTE、磁気 4DOHC16 バルブターボエンジンを使用していたが、ライバルの日産、スカイライン GT-R が、V6 エンジンを使用する名の動きに対抗して、2003年より、トヨタセルシオ等に使用されている 3SFE、V8DOHC エンジンに変更。 この時は38号車と33号車の2台体制で参戦の予定だったが、33号車はスポンサードライバーが未定のため、途中参戦という形になった。新型スープラは7台のみ投入、トムス2台、サード、セルも1台のみ、チームルマン、クラフト、土屋エンジニアリングだったので、33号車は旧式の時期4ターボで参戦するということであったが、 最終戦まで参戦しなかったためこの話は幻となった。2005年にはスーパー GT 初年度の GT500 ドライバーズタイトルを獲得した。2006年よりすでに生産の終了したスープラに代わってレクサス SC432 ベースマシンを変更。エンジンは昨年までのスープラと同じものを引き続き使用する。ちなみに2005年に チャンピオンとなった関係で2006年は1号車だったが、その年のチャンピオンを逃したために2007年からは、再び38号車となる。2008年は、レギュレーションの規定により、9年度のマシンを使っていたが、昨年クラッシュを起こした関係で安全性を確保できないと懸念されて、新規制作車両を第6戦より投入した。 2009年からはレギュレーションが大きく変更されたことにより4.5リットルのサンス FE からフォーミュラ日本用に開発された3.4リットルの RV8KG エンジンに変更。またカーボンモノコックとなった。エンジン変更により当初は大幅な低回転域のトルク不足に苦戦したが後半戦ではかなり改善した。2013年に SC430 の参戦。 最終年度においてシリーズチャンピオンを獲得。車両規定が大きく変わった2014年から2016年までは RCF で参戦。2017年からはレクサスの新型車 LC500 で参戦。LC500 については2016年8月26日に鈴鹿サーキットにて公式発表。参戦から2018年現在に至るまで 第一戦で活躍しており、3回、ドライバーズチャンピオンを獲得している。なお、トヨタワークス系チームでチャンピオンを獲得しているのは、セルモ以外では、トムス・チームルマン、サードのみである。2004年度より参戦しているチーム竹内は、トヨタチームセルモの名称で参戦しているが、クラス、GT500 と GT300 と、戦略、即戦力と将来性が違うため、省略 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。